ネルソンの柱はアイルランドのダブリンにあるサックビル通りの中心部に建てられた頂点にホレーショネルソンの像が置かれた花崗岩の柱。アイルランドがイギリスの一部だった1809年に完成し、1966年3月にアイルランド共和主義者が仕掛けた爆薬によって甚大な損傷を受けるまで存続した。その後、残骸はアイルランド軍によって破壊された。 2003年にダブリンの戦闘が設置されている。1805年のトラファルガーの海戦でのホレーショネルソンの勝利を受け、ダブリンコーポレーションが記念碑の建設を決定した。ウィリアム・ウィルキンスによる最初のデザインはフランシス・ジョンストンによってコストの問題から大幅に修正された。像はトーマス・カークによって彫刻された。 1809年10月29日のオープン以来、柱は人気の観光名所となったが、当初から美学的、政治的な論争を巻き起こしていた。街の中心部の目立つモニュメントがイギリス人を称えていることは、アイルランドの民族主義的感情が高まるにつれて、人々の怒りをかき立て、撤去するべきだ、あるいはアイルランドの英雄の記念碑に置き換えるべきだとの声が19世紀を、 通して上がっていた。イースター放棄の際、柱を爆破しようとしたが、湿っていたために火薬が点火できなかった。1922年にアイルランドの大部分がアイルランド自由国となり、1949年にはアイルランド共和国となったものの、柱は町に残り続けた。撤去の主な法律上の障害は、柱の設立時に設定された新託であり、 その条件によって信託者は永久に記念碑を保存する義務を負うことになっていた。歴代のアイルランド政府は、この信託を覆す法律を制定することができなかった。ジェームズ・ジョイス、ウィリアム・バトラー・アイエーツ、オリバー・セント・ジョン・ゴガティなどの影響力のある文学者らは、歴史的、文化的な理由から柱を擁護したが、後期50周年を前にして撤去を求める圧力が強まり、 突然の撤去も総じて一般の人々に受け入れられた。この事件はアイルランド共和国軍の仕業であると広く信じられていたが警察は犯人を特定することができなかった。何年にもわたって議論され数々の提案がなされた後2003年にはダブリンの戦闘がこの場所を占拠した。2000年には元共和党活動家の一人がラジオのインタビューに応じ 1966年に爆弾を仕掛けたことを認めたが、尋問の結果、アイルランド警察は措置を取らないことを決定した。柱の遺物はダブリンの博物館にあり、他の場所でも装飾的な石像物として登場し、その記憶は多くのアイルランド文学作品に残されている。ウィリアム・ブレイクに言い、サックビル通りの像はネルソンのものに先立っていた。 ダブリンのリフィーガー北側の再開発は18世紀初頭に始まったが、これは主に不動産投機化力、ガーディナーの事業によるものだった。1740年代には、ドロヘダ通りと呼ばれる細い道を取り壊し、大規模で堂々とした町屋が立ち並ぶ広い大通りに変更した。1731年から1737年、 1751年から1755年までアイルランド総督を務めたドーセット公爵、ライオネル・サックビルに敬意を表し、サックビルドーリーと名付けた。1755年にガーディナーが死去した後も、ダブリンの発展は続き、多くの公共建築物や壮大な広場があり、1年のうち6ヶ月間はアイルランド議会が開かれたことで、ダブリンの地位はさらに高まった。 1800年の合同法は、アイルランド島とグレートブルテン島を、ウェストミンスターの単一政治のもとに統合したもので、アイルランド議会は廃止され、ダブリンは衰退の時期を迎えた。歴史家のトリストラムハントは、首都のダイナミズムは消滅し、不在者が戻り、大規模な家はパトロンを失ったと述べた。サックビル通りの最初の記念碑は、1759年に、 ネルソン柱が立つ場所に建てられた。この記念碑に描かれているのは、リムリック出身の陸軍将校で、60年以上のキャリアを持ち、1756年のセントフィリップ、鳥出包囲戦の後に、フランスに降伏したウィリアム・ブレイクに一斉断尺で、ある。1759年3月17日のセイ、聖パトリックの日には、若き日のジョン・ファンロストが彫刻した。 真鍮製の像が除幕された。ドナル・ファロンは、柱の歴史の中で、ブレークニー像は、ほとんどの場合、当初から破壊行為の対象となっていたと述べている。この像がどうなったかは定かではない。ファロンの記録によると、大砲を作るために溶かされたかもしれないとあるが、1805年までには、確実に撤去されていた。HMS ビクトリーでのネルソンの死。 デニス大ン作戦8 0 5年10月21日、トラファルガーの海戦では、副司令官のホレ保ショ・ネルソンが指揮したイギリス海軍の艦隊がフランスとスペインの連合艦隊を撃破した。機関 HMS ビクトリー号に座城していたネルソンは、戦闘のただ中で致命傷を負い、その日の遅くに絶命したが、それまでにイギリス側の勝利は確実なものとなっていた。 ネルソンは7年前のナイルの海戦の後、アイルランドとイギリスの象徴であるハープと王冠の守護者としてダブリンで歓迎されていた。11月8日にトラファルガーの知らせがダブリンに届いた時も同じように愛国的な祝賀があり、倒れた英雄を記念してほしいという願いが込められていた。承認階級は公開の自由を回復し、 フランスの侵略の脅威を取り除いた勝利に感謝する特別な理由を持っていた。ネルソンの艦隊の水平の3分の1はアイルランド出身者で、その中にはダブリン出身者も含まれていた。記者のデニス・ケネディは柱についての短い記述の中で、ネルソンはプロテスタント主配層の間だけでなく、信仰の中産階級や職業階級の多くのカトリック教徒からも、 英雄とみなされていたであろうと考察している。ネルソンの恒久的な記念碑への第一歩は、1805年11月18日に、市会議員らが、ジョージ3世に祝辞を送った後、像の根竜が、ネルソンの記憶への適切な賛辞となることに同意したことから始まった。11月28日、公開会議がこの意見を指示した後、市長を議長とする、 ネルソン委員会が設立された。この委員会には4名の国会議員のほか、醸造所の創業者の息子であるアーサー・ギネスをはじめとする市の著名人が参加していた。委員会の最初の任務は、記念碑の形と設置場所を正確に決定することだった。また、そのための資金を調達しなければならなかった。ネルソン委員会は、最初の会議で公募制を設け、 1806年の早い時期に芸術家や建築家を招き記念碑のデザイン案を提出させた。使用書は用意されていなかったが記念建築におけるヨーロッパの現代的な流行はローマのトライアルスの記念柱に代表される古典的な形式であった。当時のアイルランドでは勝利の柱と呼ばれる記念碑的な柱は珍しく1747年に 建てられたオファリー・ケンバーにあるカンバーランドの柱は稀な例外だった。提出された作品の中からネルソン委員会が選んだのは若きイギリス人建築家ウィリアム・ウィルキンスだった。ウィルキンスの提案は台座の上に背の高い通りや式の柱を置き彫刻を施したローマガレー線がその上を取り囲むというものだった。サックビル通りの場所の選択は 万丈一致ではなかった。ワイドストリート委員会は交通渋滞を心配し、海から見える川沿いの場所を提案した。もう一つの提案は、ダブリン湾の入り口にあるホースヘッドのような海辺の場所ではないかというものだった。当時サックビル通りにブレイクニー像が出現したことや、 議会時代以降のこの通りの衰退を食い止めたいという思いが最終的な場所の選定に影響を与えたのかもしれないとケネディは述べている。1807年半ばまでには資金調達が困難になっていたためこの時点での資金はウィルキンスの柱を立てるために必要な費用にはほど遠いものだった。委員会はウィルキンスが与えた通りに設計を正確に実行することで 自分たちだけでなく、ウィルキンスにも満足してもらえるような手段が自分たちの手の中になかったことを悔やんで建築家に伝えた。委員会は、地事業委員会の建築家であるフランシス・ジョンストンを採用し、ウィルキンスの計画にコスト削減のための調整を行った。ジョンストンはデザインを簡素化し、ウィルキンスの繊細な台座の代わりに、大きな機能的なブロックや台座を使用し、 提案されていた調理室をネルソン像に置き換えた。コーク出身の彫刻家、トーマス・カークは、ポートランド石で作られた像の制作を依頼された。1807年12月までの資金は3827ポンドで、計画の資金調達に必要とされていた6500ポンドを、はるかに下回っていた。それでも1808年初頭には、委員会は着工に自信を持ち、 祖先の敷設を計画した。この式典は、1797年の三尾ン手岬の海戦でのネルソンの勝利の記念日の翌日である1808年2月15日に行われ、新しい注意である第四代リッチモンド公爵、チャールズ・レノックス、様々な市民の交換や市の著名人が出席して盛大に行われた。この石には、 ネルソンのトランファルガーの勝利を称えた記念プレートが取り付けられている。1809年の秋に計画が完成した時には、費用の合計は6856ポンドだったが、寄付金は7138ポンドに達し、委員会は282ポンドの余剰金を得ることができた。完成した時には、その像を含む記念碑は134フィートの高さまで上昇した。 台座の四方には、ネルソンの偉大な勝利と日付が刻まれている。168段の螺旋階段が柱の中空の内部を登り、像の真下にある展望台へと続いていた。委員会が発表した報告書によると、22,090立方フィートの黒石灰岩と7,310立方フィートの花崗岩が柱と台座の建設に使用された。 柱は1809年10月21日、トラファルガーの開戦4周年に一般公開された。重心数ペンスを支払うと、訪問者は像のすぐ下にある展望台に登ることができ、初期の報告では、街とアイルランド、そして美しい湾の絶景を一望できると表現されている。ケネディは、それから157年間、柱の登場は、 すべての訪問者のリストに欠かせないものであったと書いている。しかし、当初から政治的にも美的にも批判があった。革命志向の強いウォルター・コックスが編集したアイリッシュ・マンスリー・マガジンの1809年9月号には我々の独立はフランスの武器ではなくイギリスの金によって奪われたと報じられている。ダブリン氏の初期の歴史書ではこの記念碑の規模に 異形の念を表しているが、いくつかの特徴について批判的な意見を述べている。バランスが退屈、台座は見苦しい柱自体は不格好と表現されている。しかし、ウォーカーズ・ハイバーニアン・マガジンは、この像は被写体によく似ており、広い通りの中心にある柱の位置は他の方法では歩道の無駄であったものに目の焦点を与えたと考えている。 ウィリアム・ヘンリー・バートレットが1840年代初頭に描いたロワー・ーサック・ビル通りと柱はサッカーが訪れた頃に描かれたもの1830年までにはアイルランドでは民族主義的な感情が高まっていたため柱は支配の最後の砦で出会った可能性が高いと考えられていた1842年作家のウィリアム・メイク・ピース・サッカーはネルソンが 非常に広くて、ハンサムなサックビル通りの真ん中にある、石柱の上にいることを指摘している。彼の右手には、郵便局があり、左手には、グレシャムホテルタブリンと、帝国ホテルがあると述べている。数年後、この記念碑は一部の市民の誇りとなり、1849年に、ビクトリア女王がこの街を訪れた際には、ダブリンの栄光と呼ばれた。 1840年から1843年にかけてロンドンのトランファルガー広場にネルソン記念柱が建てられた。全高は170フィートでダブリンの同等のものよりも高く4万7000ポンドと混流にはかなりの費用がかかった。内部には階段や展望台はない。ロンドンの柱は1884年5月に 行われたフェニアンのダイナマイト作戦の際に攻撃の対象となったが、その規模に大量の爆薬が置かれたが、爆発には至らなかった。1853年、ダブリン大産業博覧会に出席した女王は、柱の撤去を想定した都市計画を展示したが、1811年以降、柱の法的責任は信託されていたため、不可能であることが判明した。 柱の撤去や再設置、あるいは像の交換を行うには、ロンドンでの議会法の成立が必要であり、ダブリンコーポレーションにはこの問題に関する権限はなかった。都市計画の提案に従った行動はなかったが、その後も定期的に撤去の試みが行われた。1876年には、元市長のピーター・マックス・ウィニー氏参事会員が、この見苦しい建造物を、 ダブリンに綺麗な水を供給するために尽力した子、ジョングレー卿の記念碑に置き換えようという提案をした。市政府はこの案を推進することができなかった。1894年のポーチのデザイン1882年、ウェストミンスター議会はムーア通りマーケット及びダブリン市改良法を可決したが、これは信頼を覆し、市政府に柱を再設置する権限を与えた。 1891年にも同様の試みが行われたが同様の結果となった。ダブリン市民全員が取り壊しに賛成したわけではなかっただが一部の企業では柱は町の中心的な存在であると考えられており、路面電車会社は中央の路面電車の終着駅の目印として柱の存続を求めていた。ファロンはいろいろな意味でこの柱は 町のファブリックの一部になっていたと述べている。1894年には柱の構造に数々の変更が加えられた。西側にあった当初の入り口は通りの高さから下に降りる階段で台座に入るものだったが、南側の新しい地上階の入り口に変わり大きなポーチがついていた。モニュメント全体は重い鉄の手すりで囲まれていた。新世紀になると、 ダブリンでは民族主義が高まっていたが、ダブリンコーポレーションの表議員の8割が何らかの民族主義者だった。1905年のトラファルガー100周年を記念して、柱には旗やぼりが自由に飾られていた。政治的な雰囲気の変化は、歴史家のイボンヌ・ウィラインがイギリス政府への反抗を石の中の挑戦と表現するように、サックビル通りに 新たなモニュメントが到着したことによって、長い間示されていた。1860年代から1911年の間に、ネルソンは、ダニエル・オコンネル、ウィリアム・スミス・オブライエン、チャールズ・スチュワート・パーネル、ジョン・グレー、禁酒運動家の神父、マシューの記念碑に加えられた。一方、数十年の建設期間を経て1861年、ダブリンのフェニックス・パークにある、 ウェリントン記念碑が完成し、1817年に礎石が敷かれた。この巨大なオベリスクは、高さ220フィート、基部は120フィートの正方形で、ダブリン生まれの初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーを検証している。柱とは異なり、ウェリントン公爵のオベリスクは、ほとんど議論を集めておらず、物理的な攻撃の対象にもなっていない。 1916年4月24日のイースターマンデーにアイルランド志願兵とアイルランド市民軍の部隊がダブリン中心部の著名な建物や通りを押収した。柱に近い建物の一つである中央郵便局に本部を置き、暫定政府の下でアイルランド共和国を宣言した。イースター放棄の最初の行動として記録されているのはピラーの近くで、 騒動の調査のために派遣された、マールボロ通りの兵舎からの槍兵がグポから発砲されたことである。混乱の中で撤退し、4人の兵士と2頭の馬を残して死亡した。イースター放棄後のサックビル通りその後、サックビル通りと柱周辺が戦場となった。数々の歴史によると、反乱軍は柱を爆破しようとしたと言われている。 この証言は未確認であり、反乱軍が他の反乱軍の陣地に移動する際に、柱の大きな基地が反乱軍の隠れ身のになっていたという理由で、放棄で戦った多くの反乱軍によって論争されていた。木曜日の夜までにイギリスの放火はサックビル通りの多くを燃やしたが、作家ピーター・でローザの説明によると、柱の上でネルソンは線のランプに照らされたかのように、 すべてを穏やかに見渡したという。像は9マイル離れたキライニーから炎が見えていた。暫定政府がついに降伏した土曜日までに柱とリフィー川の間にあるサックビル通りの建物の多くが破壊されたり、ひどく損傷したりしていたが、その中にはサッカレーが称賛した帝国ホテルも含まれていた。グッポのうちファサードだけが残っていた。ジョージ・バーナード賞は 意見の潮目に反し、都市の古典的な建築物の解体はほとんど問題にならず、問題なのは、リフィーのスラム街が解体されていないことだと述べた。ニューヨークの新聞記事によると、柱は通りの破壊で失われたが、柱と像に銃弾の跡がある程度の被害しか受けていなかったという。一発で、ネルソンの花が取れたと言われている。 1919年から1921年のアイルランド独立戦争とそれに続く条約の後、アイルランドは分割され、ダブリンはイギリス連邦内の自治領であるアイルランド自由国の首都となった。自由国家が発足した1922年12月から、柱はイギリス政府よりもアイルランド人の問題となった。1923年、アイルランド内戦で、 サックビル通りが再び廃墟と化した時、ザイリッシュビルダーエンジニア氏は、当初の柱の設置を、失態と予備撤去を求め、ダブリン市民協会もこの見解を支持した。詩人のウィリアム・バトラー・イエーツは、アイルランド議会の上院の一員となっていたが、他の場所での再建築を支持した。しかし、建てた人々の生活と仕事は、アイルランドの伝統の一部だからという理由で、一部の、 人が望んだように破壊すべきではないと考えた。サックビル通りは1924年にオコンネル通りに改名された。翌年、ダブリン警視庁とダブリン市民調査団は柱の撤去を可能にするための法案を要求したが成功しなかった。圧力は続き、1926年にはマンチェスターガーディアン紙が近代的な交通の妨げになっていたので、 柱は取り壊されることになったと報じている。第二次世界大戦以降も、行動、撤去、破壊、またはアイルランドの英雄像との交換を求める要求は続いた。主な障害となっていたのは、関在人が信託条件を厳格に解釈していたことと、歴代のアイルランド政府が立法措置を取ることに消極的であったことだった。1936年、 超民族主義者、ブルーシャツ運動の雑誌は、この不活発さが民族精神の失敗を示していると指摘した。征服者は死んだが、彼が残した傷跡は残っており、被害者はそれを取り除こうともしないと述べた。1949年までにアイルランド自由国はアイルランド共和国へと発展し、イギリス連邦から離脱したが、 全てのアイルランド国民が柱の撤去を支持しているわけではなかった。その年、建築士屋のジョン・ハーベイは柱を対策と呼び、これがなければ、おコンネル通りは活気を失うだろうと主張した。取り除くための圧力のほとんどは、この時点で、交通の貫通流を作成することによって生じる、混乱を資格化することができない交通マニアから来ていると言った。 1955年のラジオ放送でアイルランド国立美術館の前館長トーマス・ボドキンは記念碑だけでなくネルソン自身を称賛した彼は波外れた勇気ある人だった勇敢な戦いで目を失い腕も同様の方法で失ったと述べている1955年10月29日アイルランド国立大学ダブリン校の学生9名のグループは 柱の管理人から鍵を入手し、火炎放射器を含む様々な道具を持ち、内部に鍵をかけた。ギャラリーには独立戦争中にイギリスによって処刑されたダブリンのアイルランド共和国軍の死願兵ケビンバリーのポスターが飾られていた。下には群衆が集まり、アイルランドの反乱軍の歌、ケビンバリーを歌い始めた。最終的にガルダのメンバーが柱に侵入し、 デモは終了した。警察が主張した主な目的は宣伝であったとする学生に対しては何の措置も取られていない。1956年、当時野党だった共和党の一員が1803年に無残な反乱を起こしたプロテスタントの指導者、ロバート・エメットの像に置き換えることを提案した。このような行動が北アイルランドのプロテスタントを刺激し、 アイルランド再統一のために戦うことができると考えていた。北部ではベルファストの記念碑を解体して再設置する可能性がストームント議会で提起されたが北アイルランド政府の支持を得ることができなかった。1959年、ショーン・リーマス率いる共和党新政権は費用を理由に柱の撤去の問題を延期したが5年後の1966年の イースター放棄50周年に合わせてリーマスはネルソンの柱を放棄の指導者であるパトリック・ピアースの像に置き換える問題を検討することに同意した。アイルランド出身のアメリカ合衆国の労働組合指導者マイク・クイルから柱の撤去に資金を提供するという申し出があったが、その申し出は受け入れられず、記念日が近づくにつれネルソンはその場に止まった。 ダブリン市図書館のピアース通りにて展示されている爆発で破壊されたホレ保ショネルソンの像の一部1966年3月8日、強力な爆発により柱の上部が破壊され、数百トンの瓦礫の中にネルソン像が落下した。近くにあったホテルメトロポールのボールルームでの舞踏が終わろうとしていたが、当時の行える通りはほとんど換算としていた。死傷者はなく、 近くに止めていたタクシーの運転手がわずかに逃げただけで、物的損害は爆風の強さからして比較的軽かった。柱に残ったのは高さ21メートルのギザギザの切り株だった。政府の最初の対応では、ブライアン・レニハン法務大臣は市民の命を顧みずに計画され、実行された暴挙と表現したものを非難した。この反応はアイリッシュタイムズ紙では、 この攻撃を国家の一心と政府の権威に直接の打撃を与えたとみなす社説で地味とみなされた。ケネリは政府の怒りは主に後期50周年記念式典から気をそらすと考えたものに向けられていたことを示唆している。柱の不在は町がその最も顕著なランドマークの一つを失ったと感じている一部の人々によって惜しまれていた。アイルランド文学協会は 今後どのような措置が取られたとしても、台座の文字は保存されるべきであると心配していたが、アイリッシュタイムズ紙はアイルランド王立音楽院が残りの切り株の撤去を防ぐための法的措置を検討していると報告した。一般市民の反応は比較的軽快で、事件に橋を発した数々の歌に代表されるようなものだった。その中にはベルファストの学校の教師らが演奏した。 ジョン・ブラウンズ・ボーティーに合わせて作られた大人気のアップ・ウェント・ネルソンが含まれており、この曲はアイルランドのチャートの上位を8週間にわたって保持した。アメリカ合衆国の新聞によると、街は歓喜に包まれ、ネルソンは最後の戦いに負けた、と書かれていた。アイルランド大統領のエモンデ・バレラがアイリッシュプレス紙に電話し、英国帝督ダブリンを空路で、 出発という見出しを提案したという話もあり、上院議員で大統領候補者のデイビッド・ノリスによれば、ユーモアのある唯一の記録的な例としている。ダブリンコーポレーションが危険な建物という通知を出したことで、柱の運命は封印された。評議委員会は切り株を撤去することで合意した。アイルランド王立建築家協会による、 計画上の理由で取り壊しを遅らせるための差し止め命令を求める土壇場の要請はトーマス・ティーバン・ハンジによって却下された。3月14日、軍は制御された爆発で切り株を破壊し、安全な距離で見守っていた群衆は報道によれば大きな歓声を上げたという。お土産を求め、スクランブルが起き、石膏の多くの部分が現場から持ち出されていた。 ネルソンの頭を含む遺物のいくつかは最終的に博物館へ行き、台座からの文字の石細工の一部はキルケニーのバトラーハウスホテルの敷地内に展示されているが、小さな遺物は個人の庭園を飾るために使用されている。現代とその後の記録では陸軍の爆発は最初の爆発よりも多くの被害をもたらしたとされているが、これは神話であり、 第二の爆発から生じる損害賠償請求は最初の爆発の結果として請求された金額の4分の1以下に達したとファロンは言う。当初、この記念碑はアイルランド共和国軍によって破壊されたものとされていた。ガーディアン紙は3月9日、6名の男性が逮捕され取り調べを受けていたが、身元が明らかにされず、起訴はされなかったと報じた。 IRA のスポークスマンは関与を否定し外国の支配の単なるシンボルを破壊することには関心がないと述べた。我々は支配そのものの破壊に関心を持っていると述べた。何の手がかりもない中で噂はバスク祖国と自由がアイルランド共和国の分裂グループとの訓練訓練の一部として責任があるかもしれないことを示唆した。 1960年代半ばには ETA の火薬の専門知識は一般的に認められていた。2000年になるまでそれ以上の情報は得られなかったがアイルランド放送協会のインタビューで元 IRA の一員であるリアム・サトクリフが柱の中に爆発させた爆弾を置いたのは自分だと主張した。1950年代にサトクリフは1956年に 無謀理由に IRA から追放されたジョー・クライストルが率いる反体制橋岸者グループと関係を持っていた。1966年初頭、サト・クリフはクライストルのグループが柱への攻撃、ハンプティ・ダンプティ作戦を計画していることを知り、彼に協力を申し出た。サト・クリフによると2月28日に柱の中に爆弾を仕掛け、 翌日の早朝に爆発するように掲示した。爆発物はゼリグナイトとアンモナルの混合物だった。起爆に失敗したが、サトクリフは翌朝早くに戻り、装置を回収し、タイマーを再設計したという。柱が閉まる直前の3月7日、内階段を上り、改造した爆弾を縦坑の上端近くに置いて帰宅した。翌日、任務の成功を知り、 一晩十ぐっすり眠っていたという。サトクリフは暴露の後、アイルランド警察に尋問されたが、起訴されなかった。クライストルと弟のミック・クライストル以外の行動に、関与した人物の名前を挙げなかった。ネルソンの柱があった場所に設置された、ダブジンの戦闘1969年4月29日、アイルランド議会は、ネルソン柱法を可決し、柱責任を終了し、 敷地の所有権をダブリンコーポレーションに帰属させた。関在人は柱の破壊に対する保証金として21,170ポンドとさらに収入の損失に対する保証金を受け取った。討論会ではオーウェン・シーヒス・ケフィントン上院議員が柱は修理可能であり再組み立てして再建すべきであったと主張した。二十年以上もの間敷地は空っぽになっており、 様々なキャンペーンが埋めようとしていた。1970年にアーサー・グリフィス協会は、シンフェイン等の創始者であるアーサー・グリフィスの記念碑を提案し、1979年に100周年を迎えるピアースも提案の対象となっていた。これらはいずれもコーポレーションでは受け入れられなかった。1987年にダブリンメトロポリタンストリート委員会が行った。 別の像を用いた柱の再建の要請も同様に却下された。1988年、ダブリンのミレニアム記念式典の一環として、実業家のマイケルスマーフィットが父を忍んでスマーフィットミレニアム噴水の建設を依頼した。噴水には、エーモン・オド・ハティが彫刻したリフィー川を基人化したアンナ・リビアのブロンズ像があった。このモニュメントは、 ジャグジーの不死だら女として知られていたが、一般的には評価されなかった。オドハティの仲間である彫刻家のエドワード・デラニーは、像を悪趣味な目障りと呼んでいた。1988年には、ネルソンに代わる適切な永久記念碑のために、アーティストや建築家に新しいアイデアを提供することを奨励することを目的とした柱プロジェクトが開始された。提案には、 110メートルの旗座をパリの外線門を模した外線アーチ、そして当時のネルソンの柱のように街を見渡せるプラットフォームを備えた光の塔が含まれていた。1997年、ダブリンコーポレーションは2000年の新鮮年期を記念するモニュメントの正式なデザインコンペを発表した。受賞作品はイアン・リッチーのダブリンの戦闘で 通りから120メートルの高さにそびえ立つ針のような無地の建造物である。デザインは承認され、2003年1月22日、政治的、芸術的な反対があったが、完成した。戦闘建設に先立って行われた発掘調査では、ネルソン柱の礎石が発見された。貴重なコインが入ったタイムカプセルも発見されたという報道は、 一時期世間を魅了したが幻想であることが証明された。柱が破壊されたことで一時的に人気のある曲が増えたが、その中にはダブリナーズのネルソンの別れも含まれている。150年以上の歴史の中で柱はダブリンの生活に欠かせない存在であり、当時のアイルランド文学にもしばしば反映されていた。ジェームズ・ジョイスの小説ユリシーズは 1904年6月16日のある日のダブリンの様子を綿密に描いたものである。柱の基部では市内各地からの路面電車が行き交い、その間、スティーブン・デダルスは片手の不倫相手を見上げながら、梅を食べて石を下の人に吐き捨てる鑑賞室への階段を上る二人の老人が絡むシーンを妄想している。ジョイスはアイルランドとイングランドの関係は、 共有された歴史の中で不可欠な要素であるというイエーツの見解に共感し、なぜ私がアイルランドと私に形と運命を与えた条件を変えなければならないと思うのか教えてくれないかと尋ねた。オリバー・セント・ジョン・ゴガーティは文学的回顧録、サックビル通りを下っていた時で柱をダブリンにある最も壮大なものと考えており、 白い石の像がトラファール川とナイル川に向かって永遠に南を見つめていたと述べている。この柱は文明の終焉を意味し、18世紀ダブリンの偉大な時代の集大成であるとコガティは述べている。イエッツの1927年の詩、三つのモニュメントでは、パーネル、ネルソン、オコンネルがそれぞれのモニュメントに描かれており、独立後のアイルランドの指導者たちの硬直した、 道徳心と勇気のなさをあざ笑う。後に執筆したブレンダン・ベファンは、アイルランドの反逆者の告白の中で、フェニアンの視点から、アイルランドはネルソンに何の借りもなく、ダブリンの貧しい人々は柱を、自分たちの国での自分たちの無力さを痛感していると書いている。し、ダブリンでは、イギリスの支配の名残がアイルランドから取り除かれようとしているときに書かれ、 ルイ・マクニースは、ネルソンは、柱の上にいて、自分の世界が崩壊するのを見ていることを、思い描いている。ジョン・ボインの2017年の小説、心の見えない怒りには、中盤に、柱の爆発を特徴とするシーンがある。像の主題としては、最も珍しく、ブレイクニーは1761年9月に、死亡した時点でまだ生きていた。ハットボのキャリアでは、ナショナルギャラリーや、 ユニバーシティカレッジロンドン、ケンブリッジ大学の多くのカレッジなど、ロンドンの多くの主要な建物の設計を担当した。ジョンストンの後のダブリンでの任務には、ダブリン中央郵便局や、現在のアイルランド大統領邸の増築が含まれている。1805年の6500ポンドは、資本プロジェクトのための GDP デフレーターを使用して、2016年には、 約50万ポンドに相当する。様々な構成要素の記録された高さは台座30フィート1インチ、柱と中東78フィート3インチ、エピスティリオン12フィート6インチ、長蔵13フィート、合計134フィート3インチだった。両サイドには以下のような碑文が刻まれていた。ST ヴィンセント14フ,フェブラリーマドクックスバイ。 ザ・ナイル・アイ・オーガスト・マドクックス・バイブ、コッペンハーゲン・ツー・エープリル・マドキシー、トラファルガー・ツェンティワン・オクトーバー、MDCCCV。これらは、以下の戦いとその日付を参照している。サンビセンテ・ミサキの海戦、ナイルの海戦、コッペンハーゲンの海戦、トラファルガーの海戦1809年の重心中、ペンスは2016年の2.7ポンドに相当し、小売価格指数に基づく。 1843年の4万7000ポンドは資本プロジェクトのための GDP デフレーターを使用して2016年には約530万ポンドに相当する。これらの変更はダブリンの建築家ジョージ・パーマー・ビーターによって行われた。玄関の上にネルソンの名前が書かれたポーチは白いエナメルレンガを内側に敷き詰めた加工岩の飲み細工で作られていた。 台座の刻み込まれた碑文とネルソンの名前に白押しが追加された。この変更は1884年にダブリンコーポレーションによって最初に提案されたが当時この通りの住民によって却下されていた。最初の爆発から約10日後、ネルソンの首がアートデザイン国立大学の学生らによって資金集めのために盗まれた。頭部はダブリナーズやクランシ、 ブラザーズの舞台など各地に有料で展示されていた。アイリッシュ海を渡り、ロンドンの骨董品店に展示用にレンタルされた。1966年9月にアイルランドに返還され、最終的にはピアース通りにあるダブリン私立図書館アーカイブに保管されている。アンナ・リビアはジャグジーの不死なら女と呼ばれていた。2001年、 おこんねる通りの再生工事中に、噴水は取り壊され、像は撤去されたが、最終的には、クロッピー,エーカー記念公園に再設置された。書籍新聞オンライン。ありがとうございます。